あけみさん、2023年の税制改正大綱で何が変わるか知ってる？インボイス制度と電子帳簿保存法が変更されるんだよね。そうだね。今回はインボイス制度と電子帳簿保存法の変更点について詳しく見ていこう。5分でわかるバックオフィス。令和5年度税制改正によるインボイス制度の変更点は、まずインボイス制度は何が変わるの？大きく4つの変更点があるよ。1、免税事業者が新たにインボイス発行事業者になる場合の負担軽減。2、中小事業者の事務負担軽減。3、少額な返還インボイスの交付義務の見直し。4、インボイスの登録申請期日の見直し。それぞれ確認していこう。まず、これまで免税事業者だった人が新規でインボイス発行事業者になると、税金の負担軽減が受けられる。納税額が売上税額の2割にする負担軽減措置が3年間継続するよ。2つ目の変更点となる中小事業者も、事務負担の軽減措置が受けられるんだ。中小事業者って、具体的にどんな事業者が対象になるの？課税売上高1億円以下の事業者が対象になるよ。該当事業者の1万円未満の取引は、インボイスが不要になるんだ。帳簿のみで仕入れ税額控除を可能とする事務負担軽減策が6年間講じられるよ。そして3つ目の変更点、1万円未満の少額な値引きなどについては返還インボイスの交付が不要になるため事務負担の軽減が期待されているよ。4つ目の変更点はインボイスの登録申請期日の見直しだよ。課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受けたい場合、登録申請書の申請期限はこれまで1ヶ月前だったんだ。税制改正以降は15日前に変更になるよ。令和5年度税制改正による電子帳簿等保存の変更点は、インボイス制度の変更点は理解できたけど、電子帳簿等保存は何が変わるの？電子帳簿等保存については5つの変更点があるよ。1、電子取引の電子保存に対する猶予措置。2、電子取引にかかる検索要件等の緩和。3、スキャナ保存にかかる保存情報に関する要件緩和。4、相互関連性確保要件の緩和。5、有料な電子帳簿の範囲の明確化。それぞれ確認していこう。まず、システム対応が間に合わなかった事業者には一定の条件の下で電子取引の出力書面の保存が認められるよ。相当の理由によってシステム対応ができなかったと税務署長が認めた場合、出力書面の提示とデータのダウンロードの求めに応じられることが条件とされるよ。次に、電子取引の検索要件が不要となる条件が、現行の売上高1000万円以下から5000万円以下に引き上げられるよ。ただし電子帳簿保存やスキャナー保存については検索要件を満たす必要があるので注意しよう。3つ目は、スキャナーで読み取る場合の解像度、階調、大きさに関する保存要件が廃止。合わせて記録事項の入力者等に関する情報の確認要件も廃止となるよ。4つ目のスキャナー保存の相互関連性要件は重要書類のみに限定されるよ。重要書類っていうのは契約書、領収書、請求書、納品書などが該当するんだね。そう、研修書、見積書、注文書などの一般書類は今回の改正で相互関連性要件の対象外になるよ。最後に、過少申告加算税の軽減措置が受けられる有料な電子帳簿については今回の改正で範囲が明確化されるよ。対象の帳簿を確認しないといけないね。インボイス制度の変更点に効率よく対応する方法。マネーフォワードクラウドでは2023年10月のインボイス制度施行に向けて順次機能をアップデート中だよ。適格請求書発行事業者の登録申請はもちろん、適格請求書の発行、受け取りや電子帳簿保存法の要件を満たした保存まで対応できる予定なんだ。4月施行の税制改正による変更点にも効率的に対応できそうだね。今日のまとめです。ご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。
チャンネル登録横のベルマークをクリックすると通知が受け取れます。見逃さないようにオンにしておいてくださいね。それでは次回もお楽しみに。バイバイ。